重装。貫通はしていない。血液量から判断する限りでは、おそらく臓器は傷ついていないと思う。しかし、傷ついていないと思う。思うけど、自信がない。私にはわからない。私、どうすればいいの？だって私は、ただの医者の娘。聞きかじりの知識しか持ち合わせていない素人だ。その上、医療用スキャナーも今はない。今私が手をこまねいていたら、アスナはどうしたらいいの？どうしたら？クロエ。なんだ？止血、代わって。ここを押さえていて。うん。ミキ、その拳銃、渡しなさい。ミキ、後悔してるのね。後悔してるなら。渡しなさい。さあ、ミキ。ありがとう。ミキ。大丈夫。拳銃どこかに捨てるわ。お前らしいな。どんな命も助けようと試みること、それが医師の役目だ。例のプロジェクトはどうだ？全て順調です。検体は次段階でイコン到達です。イコン？そうか。次段階はいつ頃入りそうだ？明朝の予定です。脳波が安定し次第です。大切なたった一体の検体だ。くれぐれも傷つけるな。一体？だが実験は少し急ぐ必要があるな。管理局から突き上げが来た。早く結果が知りたいそうだ。管理局からですか？そうだ。しかし局長、これ以上日程を早めるわけには。分かっている。それではあの子供の体が持たん。検体って、
人なの。それに子供って。するつもりだ。弾を取り除くわ。お前がか？成功させる。そうか。なんだ、また停電か？廊下の明かりも全部落ちてる。先の方も暗い。そうか。ってことはブロックごと電源が落ちたの。どうする、オルガ。古いブロックだから一時的に接触不良で消えてるのかもしれないの。クロエ、懐中電灯をつけて手元を照らしてくれる。おい、まさかこの状態で手術に踏み切る気じゃないだろうな。仕方がないわ。待っていたって復旧しないかもしれないし。だったら今できることをしておかないと。懐中電灯じゃ暗いだろう。それにバッテリーはあまり長い時間は持たないぞ。その手術どれぐらいで終わるんだ。わからない。じゃあなおさらだ。万一腹を開いた状態でバッテリーが終わってしまえば、アスナの命はそこまでだぞ。待って。私ここのそばを通った時に発電炉の表示を見かけた。本当か。発電炉か。そこに行けば電源供給システムをいじれるの。よし、ミキ、それはどのあたりだ。行ってくる。なんだ。私が行く。これは私がやらなきゃ。やらせて。だがお前だけが行っても復旧はできないぞ。でも。じゃあ一緒に来い。それに力仕事になるかもしれないからな。この操作盤だけではどうにもならない。動かないの。完全にリンクが切れている。物理的な故障だ。ここから配電の細かい制御はできない。そんな、それじゃあもう方法はないの。ここからは無理だ。発電炉の中には手動で動かせるバルブがあるはずなんだが、それは現実的じゃない。どうして。私中に入る。やるわ。バカ、中は数百度の高温だ。炉を停止させ冷却してから出ないと。とてもじゃないが人間など入れない。それじゃ炉を停止させて。それは無理だ。この温度から人が入れる程度まで冷やすには1日や2日はかかるはずだ。1日2日。そんなに待てるわけない。そうだ、そんなにはアスナは持たない。中に入るには
どちらにしろ諦めるしかない。どうした？クロエ、耐火服がある。何？ねえクロエ、あれを着れば中に入れるの。ミキ、聞こえるか？聞こえるわ、問題ない。そうか、それじゃあ僕に向かってくれ。了解。ミキ、中はかなりの高温だ。おそらくその耐火服でも10分が限界だ。分かった。ミキ、行けそうか？大丈夫、もう奥に着いた。そうか、じゃあバルブを探せ。その辺りにあるはずだ。バルブ？あった！クロエ、たくさんある。ランプがついてる。そう、それだ。よし、それじゃあランプが赤になっているバルブはあるか？それを回すんだ。ランプが青に変わるはずだ。クロエ、全部のランプが赤だけど、これ全部青にすればいいのね。何？全部？ミキ、無理だ。どうして？青にすればいいんでしょ？それでは時間がかかる。お前が持たない。計画は中止だ。早く戻れ。これ。
大したものだな。やはりお前にはあったんだな。何が？翼が。お前は飛ぶんだ。そう、私は飛ぶよ。ずっと前から飛べたんだよ。ほら見て、クロエ。あかり、助かったわ。ああ。で、アスナはどうだ？明るくなってすぐに始めたのだけど、まだわからないわ。そうか。なんかしない。でもアスナはもう死んでるんだ。死んだ人間はもう生き返りはしない。アスナもミキも。ミキ、ミキがどうしたの？死んだ。もうお前と私の二人っきりだ。嘘。